昼間も動けて血に狂わねえ、そんな羅刹がいると思うか。高堂さんは新選組という実験場でこの落ち水の改良を行っていたのです。一体お前は何者だ。いい加減本当のことを話せ。私たちはあなたをお迎えに来たのです。僕にできることなんてほんの少ししかないんだ。新選組の前に立ちふさがる敵を斬る。千鶴の手があったかくて死んでたまるかって思った。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。俺は変わらないものをこそ信じている。まがいものだろうがなんだろうが、貫きは誠になるはずだ。こいつのことは俺が守る。そう、約束した。